棒状の手具、バトンを操りながら音楽に合わせて演技するアメリカ発祥のバトントワーリング。中でもスリーバトンは高度なテクニックと3本のバトンの絶妙なタイミングが魅力。こんな回せる人いるんだみたいな。でも見た時に家族もなんかこれだなみたいな、自分もなんかやってみたいな、かっこいいなって思ってた、思ったのがきっかけ。武田真奈16歳、今年県勢で初めてバトントワーリングの世界大会に挑みます。競技を始めたのは5歳の頃、知り合いに誘われ今も所属するティーダバトンチームに入りました。人の前で踊るのが好きで、多分なんか丸盛りダンスが流行った時で、丸盛りダンス、はい、それがめっちゃ好きで、みんなの前で踊ったりしてたので、まあ誘われて体験とか見に行ったら かっこいいなって思ったと思います。ダンス好きの性格が火をつけたバトンへの思い。小学3年の時、チームでの初めての全国大会を前にした壮行会では、その思いをこう語っていました。楽しかった。大きい技のところを見てほしい。3年で初めて全日本大会に出れて、そこからちょっと意識が変わったっていうか、でめっちゃ上手な人とか、なんかすごい人たちが同世代でもいたから、追いつきたいなみたいな、なんかこんな上手になりたいとは思いました。いや足りない、その間ナイス、今のもう一回ナイス、綺麗にできるね、3本でやって。幼い頃から指導するのは、はい、宮里梨沙さん。やっぱり武田選手は2011年宮里さんがチームを設立した当初からのメンバーです。ブレてない、取った後第二のお母さんじゃないですけど、楽しさとか、まあ、辛さとかもいろいろ教えてくれたので、いろいろな面でもなんか成長させてくれた人です。多分一番反抗したと思う。これぐらい先生は分かってくれるよねみたいなところがあって、ちょっと態度が悪くてっていうこともありました。それをね、乗り越えて今があるなと思うのはすごく思います。今回このね、世界大会に連れて行っていただけるのは本当に最高のプレゼントになってますね、私にとっても。今回初の世界大会を掴んだのは女子ジュニアの部。上位6人が選出される代表選考会で4位に入りました。バトンを落とすミスを最小に抑え、自身でも驚きの結果だったという選考会。世界に向けて肝となるのは最後に来る大技、3本のバトンを高く投げ上げて掴む選考会でも失敗した高難度の技です。半分以上は感覚ですけど、でもどこに投げるとか、なんかここに投げたら取れるとかは考えながらやってます。取れないのが悔しくて、まあ、最後は絶対決めたいし、なんかその方が点数も印象も上がるので。この日の練習終盤、周囲も驚く成功を見せました。8月イングランドで開催される世界選手権に向けて、その成功率を上げていきます。憧れの選手とかもいたりするんですけど、ちゃんと自分の演技に集中して、ちゃんとこう心を浮かせずに地に足ついて
大きく演技できればできるように頑張りたいです。沖縄バトン界から初めての世界へ、16歳の挑戦に期待です。